大内教皇は室町時代の武将。弟、の弘と同じく六代将軍、足利義のの変記を受けて教皇と名乗る。法名は道富。応仁の乱の最中に主君正宏に対して反乱を起こした。大内教皇の弟とされる大内の弘は、大内氏の継承者である新助を称していたが、一方で教皇も、 大内氏の歴代当主である大内広世、吉広、持森と同じ孫太郎を名乗っていた。そのため、教皇が大内氏の後継者になる可能性もあったとされるが、か吉元年6月の足利義則暗殺に巻き込まれて先代当主大内持代が死亡すると、則りが大内氏を継いで赤松氏討伐に出陣した。その混乱の最中に、 室町幕府は、各津元年うる9月26日室町幕府、官僚法書と、10月14日、室町幕府部行人、飯尾忠達ら書状案を発している。前者は官僚細川持これが、非全国の北高木一揆に当てて、大内孫太郎伊加山党が小児兄弟と語らって、大内荒助範広の所領に攻め込んだので範広を、 救援するように命じており、後者は室町幕府武行集である、飯尾忠倉から大内範弘に宛てて、小二京来院に対して、おさむ罰御教書を下したものの、大友持ち、自家、菊池元町、千葉種お及び孫太郎らは、以前から、罰罰御教書を出しているため、今回は、特に御教書を出さないと通知している。この両文書からは、孫太郎こと、大内京子が、 残党と呼ばれる立場になっていたことや、室町幕府は餅を支持ちよう指示して、強行追悼を命じていたと考えられ、下きの乱の時点で、大内思想家及び、室町幕府と敵対していた、教皇は、大内氏の家督を告げず、弟ののりが後継者になったとされる。なお、翌下きつ2年に持ちこれに代わって、官僚に就任した畠山持国が、小二教、大、大内持ち、 自家、大内京皇の追悼を引き続き命じた、各吉2年12月15日室町幕府官僚報書を発給している。その後、文案年間以降に抵抗を断念した京皇は出家して、道富と名乗った。当主、範りが館と称されるのに対して、許されて帰国した京皇は、大殿と称され、 範り及およびその着難である正さを補佐する立場にあったとみられている。応仁の乱が発生するといである正さは、西軍方として上落することとなり、道富は、その留守を守ることになった。しかし、文明2年2月に東軍方の八大将軍、足利義政は、大内道富を、大内氏の当主と認め、大内正さを京都として、打つように命じる大内垣を、 大内氏の関係者や、隣国の大友近し茂に発した。また、発体であった道富に代わって、着難の吉見丸が守護職に部任される。これを受けた道富は、内藤武氏生、二本森康、吉見信より、須夫は健那と共に挙兵。道富と共に留守を守っていた、スウォールス巨役の東広氏守も大内垣を掲げた道、富に屈服し、2月9日には、 道富は在国の重臣たちから忠誠を誓う胸の気象文を受け取った。しかし、東広島守は時間を稼ぎつつ、半家を翻す機会を狙っていたとされ、広島守は12月に挙兵すると、道富方を数億が軍で打ち破った。敗れた道富は、秋国で、日本盛安と合流して、岩見国に転戦、さらに、 長渡国阿部軍の画年城を拠点に反抗しようと、たが翌3年12月に再び敗れて、武前国に落ち延びた。通説によると、道富は文明3年12月26日に逃亡先の武前国馬型家城で自害したとされる。ところが、藤武も森らが文明3年に道富を武前国に追ったことを示す資料はあるものの、馬型家城で自害したとするのは、 江戸時代に編纂された歴代鎮税要略や一部の軍記物、処刑図だけでありの出来事とするなど年代が異なる文明3年に道富が自害したとする歴史的根拠は存在していない。逆に文明3年以降も道富が健在であったことを示す資料として、大内佐京大部入道宛ての文明8年8月19日室町幕府部行人、連書法書と、 大友正近宛ての文明9年3月26日、室町幕府部業人伝書法書がある。前者は、東軍側が大内市当主に認定していた、道富自身に対して、武前国での停戦を命令したものであり、後者は、道富が、津王長戸に攻め込もうしていることに、前将軍、足利義政が遺憾のよう示していることを説明し、 周辺諸勢力がこれに協力しないように命じているものである。つまり、これらの文書は、道富が文明8年段階において健在であったことと、東軍側によって守護とされてきた教皇が足利義政ら室町幕府から切り捨てられたことを示している。文明9年11月に応仁の乱が収束すると、西軍諸将である、 大内正宏らの守護会人が無効となり、幕府の分裂を解消した、足利義政ら旧東軍勢力にとって、道富の利用価値はなくなった。その後、文明10年9月に博多を陥落させた、大内正宏が、最後まで道富に従っていたと見られている。日本広氏名を教主しているが、道富本人の消息は不明である。強皇のことされる、大内務は、 終張国愛知軍星崎へ移住し、その子孫の山口重政は、佐久間正勝の家臣の後、徳川家康に仕え、初代牛久藩主となった。ありがとうございます。